こんにちは、シカです。今回はランダムタイル作り。ということで今更ですが、地面系マイデザインの作り方になります。ランダムタイルなので、ご覧の通り、デザインのつなぎ目がわからないようになっています。ブルーグレイのタイルは、高級感を出したい時や、海辺の住宅街にもおすすめ。一見難しそうに見えますが、意外と簡単に作れるので、ぜひチャレンジしてみてください。それでは早速スタート。まずは濃いめのグレーを作って、ラインツールを使って、中心からタイルを描いていきます。長方形でも台形でも、何でも OK。四角形や三角形を不規則に描いていきます。案外適当で大丈夫です。気に入らなければ、後から直せば OK。まずは作って慣れることが大切ですね。大体こんな感じかな。まだこの時点では、マイデザインを並べても、上下左右の辻褄が合わないので、ランダムタイルとは言えません。ここからどうするかというと、ツールの中にある全体シフトを使っていきます。全体シフトを使うと、書いたものの位置を自由に動かすことができます。あまり使わないけど意外と便利。全体シフトを使って書いたタイルを上下左右に移動しつつ、つなぎ目が合っていない部分を修正していきます。これで上下左右動かしても違和感なくデザインがループするようになりました。次は色を塗っていきましょう。カラーその1、薄いグレー。カラーその2、やや濃いグレー。カラーその3、さらに濃いグレー。カラーその4、ブルーグレー。カラーその5、濃いブルーグレー。以上の5色を使います。カラー1の薄いグレーでいくつかのタイルを塗って、今度はカラー2のやや濃いグレーで塗り塗り、そして残りのタイルはカラー4のブルーグレーで塗ります。ここでも全体シフトを使い、デザインの辻褄が合っているか確認しつつ塗っていきます。3色くらい使うことでタイルにランダム感が出てよりリアルなデザインに見えますね。今度はタイルに影を入れて立体感を足していきましょう。カラー1のタイルにはカラー2のやや濃いグレーで影を入れます。タイルの下の部分だけにポチポチ。カラー2のタイルにはカラー3の濃いグレーの影を、カラー4のタイルにはカラー5の濃いブルーグレーをポチポチ。シフトツールで動かして、つなぎ目が変になっていないか確認して、問題なければ一旦保存しましょう。マイデザを作っている時は問題ないのに、実際に敷いてみたら線が途切れていたり、若干辻褄が合っていないこともあります。
その場合は、修正を入れていきましょう。全体シフトでデザインを動かして、どの位置なら違和感がないか探してみたり、スタイルの線を書き足して、線を補強してみてください。マイデザインを並べた時に、四隅の部分が途切れやすくなっています。四隅の線を補強してあげると良いでしょう。これで修正が完了しました。そしてここからが重要。透過が含まれていないマイデザインは、しまくりで作った道に沿って、マイデザインを敷くことができません。必ず仕上げに、パレットの一番右にある、透過を一マス以上どこかに、ポチッと入れてください。レンガの線が交差している、目立たない位置に入れてみました。透過が一マス以上含まれていれば、このように、道に沿って、マイデザインを敷くことができます。いかがでしたでしょうか？参考になったよ、という方は、チャンネル登録していただけると、嬉しいです。それではまた次回。ご視聴ありがとうございました。